ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは福井県敦賀市信州大谷派船場山幸雲寺住職釈方海さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます、日本とのご縁を昨日はちょっとお話聞いてきたんですけど、じゃあいよいよ、仏法との出会いですね。で、はい、それが、涙の出るようなご縁に出会わないと仏法は響かない、まあ、まさにそういうご縁であったと。まあ、はい、そうですね、うん、まあ、ね、やっぱなんか人生っていうか歩みの中で、まあ、出会うものが一番自分に影響を与えるんじゃないかなと思うんですけど、うん、私もだからまあね、なぜ宗教を選ぶっていうか、まあ、自然にまあそこ家族がまあ入ったりとか家がその流れで来たりっていうかしたった自然とある宗教とまあご縁ができるんですけど、まあ、それにしても、まあ、そういう場合は大体心の拠り所になる宗教になかなかなってないんですよね、うん、ただ、まあ、その国の、まあ、在り方というか、伝統文化として、まあ、それの一環としての宗教ですからね、うん、まあ、スイスでも、洗礼は子供をみんな、まあ、赤ちゃんで受けさすんですよね、うん、まあ、それはそうした方が縁起がいいだっていう、うん、考えですよね。でもその子供っていうのは大きくなったら、あなたの宗教は何かって問われると、いや私は宗教ない、でなんであなた洗礼受けたんだったらクリスチャンじゃないですか、うん、って聞くと、まあ、それは親の選びであって自分の選びじゃないから、まあ、従って自分の宗教というか、まあ、心の拠り所というか全然なってないんですよね、うん、まあ、そういう、まあ、形は入り口にはなる可能性はあるんですけど、まあ、そこで立ち止まってしまうのが多いんですよね、うん、まあ、私の場合はまあ、その宗教というか、まあ、自らの、心の拠り所はあまり考えたことないけど、うん、で母は、まあ、ある日は急にもう安楽死を申請するというようなことを言い出してきたんですよね、うんうん、安楽死ですね。そうですね、まあ、今スイススイスは安楽死の、制度があるんで、うん、まあ、外国の人も、まあ、受けてくれるっていうのはスイスぐらいですかね、うん、まあか、まあ、日本のマスコミでも最近よく出てくるんですけど、うん、まあ、漢字はちょっと誤解招くところあるかなと。安楽寺、ね、安楽寺っていう寺がもうあるぐらいなんですよね安楽寺、安楽屋でね、で楽の、まあ、なるべく苦労せずにっていうか楽に行きたいんだけど、うん、まあ、そこで、まあ、最後は、まあ、プラスマイナスの世界を生きてる私たち人間だけど、まあ、死ぬことはなるべくあまり考えたくないんですけど、うん、まあ、どうしても死なないといけないのであれば、うん、まあ、楽に死にたいんですよね、うん、で、まあ、自分でその、まあ、生まれるのは自分で決められないから、まあ、せめて死ぬことぐらいは自分で決めてもいいんじゃないかなっていう、そういう考えがもうスイスですごく増えてきたんですよね、うんうん、でまだ日本で、まあ、テレビで
その安楽死の場面っていうかのを見せると、まあ周りに迷惑かけずに済むっていうかね、はいはい、国とか家族に、うん、まあ、迷惑かけちゃいけないっていうか、そういう考えあるんでしょ、うんうん、よく聞きますね。そうですね、うん、なんか彼女は安楽死を選んだっていう、まあ、40前半で、神経難病って宣告されてて、うん、で、まあ、そこで、まあ、あのこうもうこんな寝たきりになっていくんであれば、もうまだ自分らしさを失う前に安楽死を、うん、まあ、希望するっていう、その方が、うん、まあ、言ってましたけど、うんうんうん、で、まあ、カメラチームはずっとスイスでもう死ぬ瞬間までずっと ついてたんですけど、ああそのドキュメンタリー、あ、そうそう、あの、うん、NHK スペシャルのドキュメンタリーでね、でそれがテレビでやってて、次の日喫茶店で行ったら、たまたま隣のテーブルの2人の年配の方が、うん、いいですねスイスの安楽死、うん、ね、日本でもあればいいのになって言って、うん、でそれがちょっと耳に入って、で問いかけてみると、うん、なぜ日本でもあった方がいいんですかって聞いてみたら、うんうん、まあそれはね、うん、国やら、まあ、家族やら、まあ、やっぱり迷惑かけちゃいけないっていう、あの、まあ、そういうふうに言ってたんですよね、うん、そこで私が改めて問いかけると、じゃあ今までは迷惑かけていなかったんですかって、うん、そしたらちょっと答えに困ってたわけなんですよねそこが人間って不思議なんですよね、うん、なんか自分体が不自由になったりって、そこで初めて、まあ、周りの手を借りないと生きていけないっていうところに来たら、初めて迷惑かけてるっていう意識が出てくるんですけど、うん、もう元気な体っていうか生きてる間は周りに頼ってるっていうか、まあ、支えられてるっていうか、そういう意識が全然ないんですよ、うんうん、そうですね、うん、スイスで、うん、その市民が、はい、安楽死が必要じゃないかっていう議論が出てきて、で、スイスで、それを、まあ、法律として認めるようになった。それはもう結構前だと思うんですけど、まあ、認められてるかというとグレーゾーンですよね。ああそうなんですね、うん、まあ犯罪ではないんですけど、うん、認められてるっていうか積極的でもないではないんですよね、うんうんうん、犯罪ではない。まあスイスは、よく言えばね、中立国とかっていうのはよく言うんですけど、うん、悪く言えばわがままの人が多いんですよね、うん、自分で都合が悪くなったら、まあ、自らで自分の命を得るっていうぐらいの、そういう権利を、まあ、持つの当たり前っていう考えになってるんですよね。そうか、死ぬっていうことについても、はい、うん、人間の意思で、あるいは私の意思で、うん、コントロールするんだっていう考え方、うん、私の意思で、私のタイミングで、うん、自分が、まあ、好きなように、そう好きなようにね、うん、自分都合に合うようにっていうかね、うん、うちの母は、まあ、あの昔からそういう、うん、まあ、安楽死の団体は入ってたんですけどね、うん、でまあ、普通、まあ、本来そんな団体が制度ができたのは、まあ、それこそだから先の話なんですけど、神経難病にかかったりとか、まあまあ、重い病気、まあ、治る見込みのないものをにかかって、うん、まあ、そこで最後、まあ、少し近道したいっていうか、そういう人のためにできた制度なんですよね、うん、だから条件としては治る見込みのない、ものにかかってるかというか、まあ、あとは、まあ、耐え難い苦痛を持ってるのかね、はい、うん、でもその耐え難いものっていうのも、
昔は肉体的なものであったりして、はい、で今は精神的なものも OK になって、うん、でさらにやっぱ曖昧になってくるんですよね、うんうんうん、でうつ病にかかってる人も誰でも手挙げてたら、うん、あの安楽死選べるわけなんですね、うんうんうん、うちの母も何も病気がなくてで安楽死申請するって言い出してじゃああなたはどういう病気を持ってるかって聞くと、うん、それにハッと気づいて、うん、あそうやな病気ないやなっていう、うん、それに気づいて病院走り回って調べてもらったりして、うん、なんとか病気をで、うん、どこ調べても異常なしっていうか毎回落ち込んで、うんうんまあ、それでも申請するわって言い出してでそれはなんと許可が下りたんですよね、うんでその死に立ち会う、まあ、ためスイス変えてくるか変えてこんかどうするかっていうか、うんまあ、そういうふうに言われてて、うんまあ、アンドラクシーは、点滴を、まあ、刺して、うんまあ、それは看護師とかそういう専門の人がするんですけど、うんうん、で最後の、一歩は一人が、まあ、しないといけないんですね、うんまあ、そのネジを緩むというか、うんうん点滴の薬が体入るの最後の一歩ですよね、うんまあ、そこの薬が体入ったら2分で亡くなるんですね、うんうん、でそれは自分の、まあ、家というか、まあ、ソファのリビングのソファの上でやるんですね、うんうんいや自殺と変わらないんじゃないですかって、うんうん、いやそれは違うんだって母が言ってたんですけど、うん、でも、まあ、国が、死ぬことを、まあ、サポートするっていうか、うんまあ、自殺補助っていうんですかね、うん、ストレートに言えば自殺ですよね、うん、自らで、まあ、死を早めることは、まあ、自殺っていうかなるんですかねうん、うんうんそれを、ジェシーさんは日本に、うん、そうそういたわけですもんね。私はもう日本に住んでて、うんまあ、それに立ち会うためスイスに帰ることはもうとてもだけど耐えられなくて、うんうん、でもある日まだ電話かかってきてほんな来週の木曜日10時に死にますわ言って、うん、でそこから毎日電話でまあ、主に喧嘩して何をわがままなこと言うてるんだっていう、うん、いやこれは私の命だから、うん、もう It's my right to live It's my right to die、うん、生きるのも死ぬのも私の権利であるんだから、うん、からほっといてくれっていう あなたは私を引き止める権利がないんだっていうか、うん、もうそればっかりですよね、うん、権利か、うんうん、そうですねまあ、週の後半になったりしてだんだんと、まあ、自分のために生きないのであればせめて私たち、まあ、私と姉と兄がいるんですけど、うん、私たちのために生きてほしいと伝えるわけなんですね、うん、でまだ It's my life It's my right to die、うん、死ぬのは自分の権利であるとあなたらはあなたらの人生を生きたらいいんだと、うんまあ、そればかりだね、うん、でそのままの流れで来て最後の日になってじゃあどうするかって最後これが最後の日でもうこれで最後やと分かれば何を伝えるんですよね、うん、もう1週間泣いたり叫んだり、うん、もう感情すべてぶつけたりしてきたんですから、うん、もうこれで最後と分かってもう言葉が出ないんじゃないですか、うんまあ、そこで最後の、まあ、死ぬの2時間前が最後の電話でしたけど、うん、で母が、まあ、雪が降ってる死ぬにちょうどいい天気やばってて、うん、本じゃねえっていうのが最後やった、うん、でまあその2時間後を予定通りに木曜日の10時っていうかに、うん旅立ちましたね、うん本当にぴったりそのぴったりですよね、うん、自分の中で一番疑問に残ってるのは死ぬってなると結構勇気がいるんですよね、うん、
だからもうまあもうしんどいわ、もう死にたいわって簡単に言うんじゃないですか。うん、じゃあどうぞこれ飲んだら2分で死ねるよって。うん、だって結局もうちょっと頑張るわってなるんですよね。うんうん、それこう本当に2分後に死ぬ勇気があるかって言ったら大体ないんですよね。うん、でも母はそこはさっと何もためらずに進んだからね。うん、あんだけ死ぬ勇気があったのになぜ生きる勇気がなかったのかなと、うんうん、そこがどうしても自分の中で問いとして残るんですよね。はいはいはい、まあ、本人はそれでよかったとはとても思えないんですけど、まあ、残してる人は心に大きな傷が残ってる、うん、残ったままで残るんですよね。まあ、自殺の場合もそうなんですけど、うん、そうですね。うんうん、だいたい、まあ、自分を責めたりして、まあ、怒りの中に立ったりして、うん、でその中で自分立ち止まったりするに自ら気づかないんですよね。うんうん、堂々巡りしてね。そうですね、うん、あの時もっとこうできたんじゃないかとか、うんね、こんな言葉をかけたらもうちょっと違ったかもしれないとか、もうそうそう、どうしてもね、うん、残された方は、ね、そうそう、自分の責めたりするんですよね。うん、まあもう、まあ、あの人を見殺しにしたのは私だったとか、うんうんうん、もうちょっとこう言えば引き止めれたかなとか、うんうん、まあ、そういうのばかりで、まあね、悪循環っていうかね。うん、うんうん、でもこのようなものに出会うからこそ、まあそれは、まあ今振り返ってみると、まあ自分の、自分は本当に、まあ、このままでいいのかなっていうか、うん、まあ、自分自らの人生っていうか自分の歩みについて、そうですよ、ね、考えるっていう、うん、そういうご縁となるんですよね。うんうんうん、涙の出るようなご縁ですけど、涙も枯れるぐらい、いや逆に大きな、ね、逆に涙が出ないんですよ、うん、自然に悲しめないぐらいなんですからね。うんうんうん、そうですね、うん、心は泣いてるんだ。うんうんうん、ありがとうございます。はい。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださるTMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。